皆さんこんにちは。スノボリチャンネルです。今日は札幌の人殺し公園の2日目です。これから舞台に行きます。頑張ります。函館から札幌に今日も断剣でこういう剣です。皆さん珍しいです。非常に特典大きい、すごい、ね、知られてますね。お相撲さん、撮ってるね。ああ撮ってるか。これが北斗、ね、よく揺れるんだよね。着いたね。祝われる人はこれをかけなきゃいけないので。マジっすか、はい、ありがとうございます、はい、おめでとうございます。バースデイトゥーユー、ハッピーバースデイトゥーユー、ハッピーバースデイディアソーちゃん、ありがとうございます。ハッピーバースデイトゥーユー、ありがとうございます。おいくつになりました？38歳になりました。おいしそうなケーキ、美咲さんが買ってきてくれたの。いや嬉しい。僕ほんと好きなんですよ、こういうベリーケーキ。いただきます。あ、おいしいです。くまモンがうまそうに見てる。あ、今ちょっと糖質制限してるので。お疲れ様でした。お疲れ様です。札幌の2回の公演が終わりまして、今日これからバスで釧路に行きます。あ、5時間。バス出るのが3時50分で、はい、着くのが9時ぐらいですね。でもそのバスが一番早いんですよね。そうなんですよ。電車を待つと5時ぐらいになって、で着くのが10時。昨日はこの辺雪だらけだったんですよね。雪はもうちょっと残ってるところありますよ、ね、そうかそうか。ということでしばらく時間がありますんで、はい、はい、じゃあバスまでまたさようなら。さようなら。戻んでてるね。来ましたね。このバスで5時間揺られてきました。寒い。バスは快適です。バス快適でした。まず着いてから寒い。寒いですね。釧路です。北海道の最終公園地、釧路のマナボットに来ました。釧路マナポットに到着しました。ちょっと寒すぎて体温計が稼働しません。今日今が4度だったっけ。あ、今4度ですか。4度かな。昨日の夜着いた時が1度。1度。風邪ひかないように頑張ります。働くみんな、働きます。働くおじさん、おちゃんが働きます。ありがとうございます。この平台の後ろに全部小道具をしまっているというのがね、うん、仕込み終わった流れでこの班は小道具も全部用意しちゃいます。宗次郎くんは今はこの出入り口を養生してます。自分が出入りするとこだけ念入りにやってます。あ、なんで知ってるんですか。丸の部分を持ってお腹を取ってる。おあ、これはあのホテルに昨日置いてあって、はいね、これ持っていくとね、煮卵サービスって、うん、そうそうそう、ありましたね。展望室になってるところに来てます。4時ちょっと過ぎなんですけど、まあ夕焼けがものすごく綺麗。東京あったかいのかな。めっちゃ寒いもんね。
ご苦労様でした。釧路丹頂空港に着きました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。羽田に到着いたしました。はい、暖かいね。暑いですね。あ、暖かいですね。暑い。気温十数度違うみたいですから。いや、びっくりびっくり本当。この格好はちょっと恥ずかしいね。そうですね。僕もこうピーコートがやばい。もう汗ばんでる。私は明日からまた出張に行きますので、皆さんゆっくりで休んでください。ありがとうございます。はい、休んでても働いてもギャラは一緒という。次は市川航空、市川、はい、そう、また来週を稽古して、うん、市川もう荷物取ってきた、はい、せーの、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあまた会いましょう、さよなら。やばい、荷物。はい、どうぞ。はい、袴の付け方を決めますけども、後ろこういう風に交差してで前に回します。はい、後ろからこれが来た紐ね、右から来た方向に回します。でこう絞り込んでここで折り返します。僕らの場合は刀を刺すことが多いんで、まあ、こっちで折り返すことが多いですね。どっちで折り返してもいいし、真ん中で折り返す人もいるからね。後ろはこれ普通に、いわゆる蝶結びというのかな、花結び、蝶々結び、まあ、緩まないように帯はまた別の機会にやりましょうね。これは今日は貝の口であります。そしてこういうベロついてますけども、衣装で来るのはこういうのついてないです。なので、ここに乗っけるだけなんですが、今日せっかくあるんでこれ刺します。ここに刺すと落ちにくくなる。で今もさっきも言いましたように、ここに袴板っていうのがあります。これにしっかりと乗せる。はい、で前に回します。はい、後ろから来てます。これを全部まとめて一番下からこういうふうに通します。全部一番下に通ってます。でここで一回締めます。で真ん中に戻す。真ん中に戻す。でこの長さだと、まあ、3分の2どういうんでしょうね。これはもう慣れかな。4つ折るとちょっとちっちゃいし、2つ折るみたいな、やっぱ3つですね。この折り返した分の半分ぐらいが残るかな。こういう感じです。はい、でこれも同じですね。約半分ぐらいをこう突っ込む。ちょっと今汚いですけども、原理はこうです。じゃあ本気で最後に一回だけやるのかね。こういうことです。いかがでしょう。